澤を経由して右のホニエ、柳翔、酒井、左足クロス、柳翔、流れたゴール、新潟逆転。89分、いや矢野貴章の体預けられたんですよね今最後ね。酒井宣義のクロス、矢野貴章潰れてそのままサイドネットに吸い込まれました。いや新潟はやはりこの、ね、アウェーの地で2点ビハインドからこの45分でこうひっくり返しに来れるって、やはりこの直近のねこの試合の、いやこれ最後矢野貴章のところですよね、犬飼ですかね、体が先にもう矢野貴章